こんばんは。こんばんは。やっほやっほん。こんばんは。写真集予約済み。お、ありがとうございます。バイバイ。今日も写真集のオフショット載せたけ見てください。写真集のツイッター、写真集のテロップ出したいな。写真集、写真集、うん、出すよ。写真、写真集出すよ。写真集出すよ。10月25日。着々と近づいてきております。楽しみ。爆買いしますよ。頼みました。皆様ぜひ楽天とセブンネット予約した、やったー、ありがとうございます。楽しみ楽しみ。駅のだけがありがとうございます。楽しみです、とても。夏ライブありがとうございました。こちらこそ、今日は夏ライブありがとうございました。今日はぶどうサーモンフライを作りました。美味しかった。うまうまでした。そう、おしゃれだったね。ぶどうソースって想像つかよね。初めてぶどう使ったかも。今まで瀬戸内の食材いろいろ使ったけど、ぶどう初めて。美味しかったです。みんな騙されたと思って作ってみてください、ね、手際が良くて安心してみて。え、やねえ。なんか我ながら日に日に手際が良くなってると思いました。そう、玉ねぎ切るのが一番上手だった。嬉しい。玉ねぎのさ、薄切りをかみじん切りを一番やっとるけ、夏ライブで。やけ玉ねぎは任せてって感じです。
10月行こうかしら。お、来い来い来い。そう、次は10月8日にやります。待ってます。そう、髪型今日はお団子で、今日はイヤリングつけてました。イエイ。美味しかったな、サーモンフライ。タコのお刺身食べてるの。かわいい報告、みんな今報告してください、今やってること。私の配信見る以外の今やってること報告してください。今東京駅着きました。うん、おかえり。息を吸うから聞いてます。神曲。お茶割り飲んでる。お茶茶。夏ライブ見ながら風呂掃除してました。画期的。瞑想してます。砂爪切ってます。健康的。ご飯作ってます。遅い。ガチで何もしてない。え、なんかさ、ありが、あのガチで何もしてない人、あのほんまにありがたいんですよね。私なんかドラマを集中して見るとか、なんか何できるけど、なんかしながらしたくなるんですよ。でドラマとかでもそうなるだったら、この石田千穂の配信なんてながらみ専用チャンネルみたいなぐらい、なんかすごいふわっとしてるし、のんびりした空間じゃけ、この配信だけを見てくれとるのがマジでなんかありがとうって感じ。集中して見てくれて嬉しいです。ありがとうございます。本当にすまないと思ってる、かっこジム。いや、人には人の見方があるので嬉しいです。見てくれてるだけで。ジム偉い。ありがとうございます。皆さん三者三様の見方で楽しんでください。ジム偉い。なんか最近ちょっと筋トレとかしてみたりしようかなって思い始めて2週間ぐらい経ったけど、まだ全然しとらん。そう、やり始めて2週間とかじゃなくて、思い始めて2週間ぐらい。そう、なかなか行動に移せません。
何の筋トレしたいの？え、なんかお腹、なんか今適当にお腹って言った。え、なんじゃろえ、なんやろ。でもあれ筋トレのなんか一番最初にやるやつと言ったらプランクなイメージがあるんですよ。なんかプランクが一番全身にいい感じに筋トレになるイメージがあって。お腹割りたいんですか？なんか、うん、別にそこまで熱い気持ちはないじゃけ行動に移せてないんですけど。でもお腹割れとる人は、そう、お腹割れとる女性めっちゃかっこよくないですか？私みたいな感じのなんかホゲーみたいなホゲーとした人がお腹割れとったらギャップじゃないですか？プランクは主に横腹やくびれに効くよ。じゃあぴったりやん。ね、ギャップすごいよね。やけさ頑張りたい気持ちありけり。それな、昨日さもう8時間半ぐらいさ服フェスとアットジャムとマワループのレッスンがあったんよ。でそれがちょうど10時から6時半、でも結局7時までやったけ9時間、ちょうど間の休みとかなくちょうどポンポンポンって入っちゃって終わったと思ってマジってなって、でちょうどその全部一緒だったのがソラハちゃんだけだったんですよやけんソラハちゃんとそうお互い合間に気合を入れ合って踊りました。昨日はいっぱい踊って爽快でした。そう、いっぱい踊りましたね。前髪かわいい、ほんまに嬉しい。パツン雪かもって思ってきてる。香川で食べたうどんは一杯だけ。うん、一杯だけです。もっと食べたかったけど一杯だけ。でもまいちゃんとあれ食べました。骨付き鳥、骨付き鳥食べに行きましたよ。うまうまでした。うまうま骨付き鳥やばうどん18杯食べた。やば
最高だね、それは。え、骨付き鳥ほんまに美味しい。なんか嘘みたいに美味しい。なんかさ、何回か食べたことあるんやけど、そのこの前まえちゃんと行ったところはすんごいガーリック効いとって、上になんかパリパリのガーリックみたいなついとって、そうめっちゃ美味しかった。でも骨付き鳥食べれんかったけん残念。すごいうどんに全振りそう、難問すぎ。山賊とどっちが美味しい。どっちも大好き。ほんまに選べん。でもマジで山賊食べたい。山賊って意味わからんぐらい美味しい。ほんまに美味しい。大好き。山賊行ってみたい。え、めっちゃいいよ。ちょっと寒くなってきた時期に、冬の時期に外でさ、こたつ、外にこたつがいっぱいあるんよ。でその中で食べるのが最高。わかる。おにぎりおいしい。うん、私も山賊焼きとおにぎりは絶対頼む。なんか歌おうかな急に。うん、まだ40分やけ。みっちょ。ザクロです。今の時期の石だけはザクロとグレープフルーツが入っとる冷蔵庫。うわあれ流れんじゃん。おう、あ、姉さん、いつもさカラオケするのにどっち側があれかわからんくなる。あ、こっちや。あ、マイクのロゴがある方がマイクや。あー、ゆHehehe
楽曲ダウンロード中。え、なんか遅い。こんなん初めてや。あ、来た。おいでます元気さん。夏ライブありがとう。コンビニでも会うとは運命だね
そうだね。ありがとう夏ライブ、築城もありがとうございます。嬉しい、感謝。うん、そして東京のスワンさん、築城ありがとう。スワンさん、スワン、パタパタパタ、ありがとう。最高かよ。こんばんは、こんばんは。スワンさんありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。何歌おうかな。決めた。なんか今日ちょっと時間かかる曲あれやるのに、あ、来た。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。してた
やりたい久々に。ね、ほんまに名曲よね。うん、あと1曲ぐらいいけそう。どうしよう、やばい、時間ないのに悩む。ちょっとさ、ちょっと曖昧なんですけど、これ歌いたいですね。ちょっとちょっとどころじゃないぐらい曖昧です、これ多分。ちょっと歌ってみたかったんですよね。どうしよう。やばい、時間ないのに。あ、これにしよう。今 AKB さんのあいうえお順で曲を聴いてた、見てた。これを1番終わったらランキング読もうかな。あ、ではサビ前にランキング読もう。じゃあランキング読みます。20位フレッシュメロンさん、19位錦鯉さん、18位たかひろくんさん、17位ブルーさん、16位ぬるりんさん、15位かずきんさん、14位サマンドゥさん、サマンドゥさん、13位キョンシーさん、12位ガンスくんさん、11位ラーラーさん、10位グリオティーヌさん、9位リョウヘイさん、8位台湾のジュンさん、7位ミックさん、ラッキーセブン。6位ナルドさん、5位癒し系さん、4位香港さん、3位おっちゃんさん、シンシン。2位東京のスマンさん、ツツー、築城もありがとうございます。そしてそして第1位はおいでませ元気さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。これは事故なんだ。どっちもどっちよ、出会いがしらこんなことが起きるなんて、注意してても避けられない、運命は想定外、ここから先話し合いだね、できるなら二人で決めましょう、このまま付き合うとか、なかったことにするとか、なりゆきじゃダメ。おいでます元気さん、築城もありがとうございました。
紙です。親友たちの初回は見せませんと外ればかり、出会いに向いてないと諦めてた。スクショタイムしよう。お団子いただいちゃって。